どうもこんばんは、ニューエー OJ の山内さん。今日はイケボで食べ物の名前を言いたいと思います。いくぜ。まずはジャガイモ。ジャガイモ。次、ピーマン。ピーマン。3、カレーライス。カレーライス。続きまして、ラーメン。ラーメン。次、ミートソース、スパゲッティですね。いきます。ミートソース、スパゲッティ、英語みたいな。次、グラタンいきましょう。グラタン。さあ、まだまだいくよ。お寿司。お寿司。あ、ちょっとこれだけやるのもつまらないんで、シチュエーションいきたいと思います。イケボのシチュエーション。テーマは、彼女とデートで待ち合わせして、今日どこ行くっていう時のものはね。てか、シチュエーション。あー、寒いな。ケンジまだかな。お待たせ。待った？もう、遅いよ。私も、10分待ってるんだからね。これはすまない。ところで今日デート行くって言ったよね。どこに行きたいのかな。ケンジンが行きたいとこでいいよ。しょうがないか。じゃあ、僕の行きつけの店、寿司でも行く？あ、もちろん回らない寿司だけどね。ケンジンってお金持ちなの？もうケンちゃんったら。そんなことないよ。この前ボーナスが入ったからね。さあ、じゃあ行こう。もう一生ついていく。これがデートマジアのシチュエーションだ。こんな感じでイケボという感じを磨いていくよ。みんなもなんか食べたいことがあれば彼女にデートするのもいいと思うぜ。ということで、今日はイケボで食べ物の名前を言ってみました。明日から3日間動画投稿を TikTok お休みいたします。ご了承ください。それではまたな。